ラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメント一つ。今回は名前を伏せる感じでいきます。少しマイナスがあります。飛ばしすぎです。あと裏でレベリングはやめてください。楽しさなくなります。マイナスコメントだから読まれてないと思うけど、これは守ってくださいね、というコメントいただきました。大変申し訳ないんですけれども、自分はレベルは上げていくかなぁ。今回 3DS 版は、敵が強くなってる補正がかかってますんで、ソースはネットですけど、っていう話なんで、そうですね。次の勝負でのレベリングはしないかな。多分今推奨レベルよりちょい低いくらいに設定されてると思うんで、これくらいだと、これくらいのまんまでいきますが、というか思った。このコメントをいただいた時のパートがね、これ30なんだよ。サザンビーク終わった後の話なんだよね。でもその時でもそんなレベリングしてないと思うけどな。そんなに高くなってないと思う。PS2 時代の時に比べたらね。だから大丈夫だと思うんですけど。自分は残念ですが、レベリングがっつりしますんで、はい。そこだけはもう、昔ながらのスタイルなんでね。もうご了承いただきたいとしか言えないですね。これで楽しくないから、楽しくなくなっちゃうからっていう場合はもう仕方ないですね。自分の動画見ない方がいいかもしれませんね。はい。あんま言いたくないけど、自分リスナーさんは大事にするけど、リスナーさんに連続する気はないんで、そこはもう最初からお伝え申し上げておきます。言うてもね、多分この方もまたコメントしてくることはないと思うけれども。はい。じゃあこの話はバサッとここで終了して、では続きやっていきましょう。前回レティスの魂を、身長の魂をいただいて、で、各種アイテムを入手してまいりました。で、小さなメダルもだいぶ集まったのでね。あ、ちょっと来るタイミングミスったかな？逆だったかな？まあいいや。とりあえずこの時点でここまで。94枚か。神秘の鎧。オリハルコン、これ二つ目ですね。メタルキングヘルム。99枚で危ないビスチェか、了解。メタルキングヘルムはだいぶ強い、そうだよね。そうですよね。一番上がるのは、そうだね。ここかな？ジェシカかな？ジェシカがどんどん強くなる。神秘の鎧も強いんじゃないですよね。主人公でいいかな。刃の鎧か、そうか。オリハルコン二つあるんだけれども、あと覇王の斧ですね。これがヤンガスだよね。そうだよね。これが強いんだよなぁ。で、破滅の盾か。あ、これは、あれかな？まだやってない。錬金をしないといけないのかな？オーガシールドってどうだったっけ？オーガシールド。オーガシールドもそうだよね。ちょっと強くなるけど、これも錬金しないと、ってやつかな。よし、オッケー。今回は探索パートになるかもしんない。ああ、でもどうなんだろう。とりあえずルーラで、ここを行けるようにしときました。三角谷ですね。ここで買えるアイテム等々が結構大事だったはずなんだよね。まあ、ちょっと探索しながらやっていきましょう。ここは何だったんだっけな？特にイベントがあるわけではないんじゃなかったっけ？違うんだっけ？ああ、そっか。モンスターたちが住む町か。お前、さては人間だな。よく来たか。ここは三角谷だよ。これ人が当ててるんだよね、声。なんじゃ？こやつどこからどう見ても魔物ではないか。おっさんいつの間。っていうのも、さすがにもう飽き飽きなんだかな。やいおぬし、魔物でありながら逃げも襲いもせず歓迎するとはどういうわけじゃ。ここ三角谷は人間と魔物とエルフが共に暮らす谷だよ。すげえ声合ってるな。てか結構可愛い顔してたんですね。刃が可愛い。だから人間を見ても逃げたりなんてしないよ。そのことはどうでもいいんですよね。三種の種族が共存してるってことがすごいことなんじゃない？
なんたることじゃ。まさかこのような集落があるとはの。おお、そうじゃ。ここでならばわしもこそこそせずに堂々と歩き回れるではないか。よし、行くぞ。わしについてまいれ。やったじゃん、トロデさん。呪い解かなくても。あ、しかも、王様動かすんか。この右手と左手が、イラッとするんだけど、俺は。谷底に落っこちそうになったことがある。だけど、ドラキー兄ちゃんが受け止めて助かった。すげえ。いや、ほんとすごいことですね。魔物と人とエルフが住まうなんて、すごいことだよね。おおまあやーねーこれはあれかな、ちょっとおねえな方が声当てるとベストなのかな。まさかのリップス。あ、すごい、スライムベスが仕事番してる。あれ、愛と信頼のゴールド銀行じゃない？違う？小さなメダル。さまよう鎧が酒飲んでる。だから奴は強すぎる自分の力を持て余した。この光の世界も支配下に置こうと考え、やってきた。しかし、ラプソンは七賢者の手によって、大岩の中に封印された。すっげえ大事なキーワードを、さまよう鎧が言ってるよ。すげえ。さまよってるやつがすっげえ大事なキーワード言った。うわ、マジか。あ、バーテンさんは人だね。三角谷名物のカクテル。ピュアギガンテス。強そう。アルコール度高そうだな。こちらが、ピュアギガンテスでございます。すげえいい声。やっはっはっは。わしが酒好きと一発で見抜くとは。お前さ、さすがにプロじゃの。いただくぞ。飲みながら喋ってる、すげえ。うん、驚いたわい主人、こいつはうまい酒じゃの。お喜びいただけて幸いです。水が良さそう。お酒のお供に、ここ三角谷の発祥の話でもいたしましょうか。おお、わしはこいつをちびちびと楽しんでおるから、適当にやっててくれ。では早速。事の始まりは今から数百年も昔に遡ります。七賢者の一人であるクーポス様は、旅の途中傷ついたエルフとギガンテスをお助けになったのです。恩を感じたエルフとギガンテスは、それ以来クーパス様のお供としてその旅に同行しました。しかし、人間とエルフと魔物は寿命が違うもの。時が経ち、クーパス様は天命を全うされました。残されたエルフとギガンテスは、クーパス様のご意志を後世に残そうと、この谷に集落を作ったのです。そんな経緯もあって、この谷では人間と魔物とエルフが仲良く暮らしているのですよ。よく過去の意志を受け継いだな。そんなに難しいことはないぞ。これはすげえことだ。クーパス様のご意志とは、世界を襲った暗黒神ラプソーンの恐怖を人々の記憶から消さないこと。なので、この谷の者たちは訪れ来る旅人に必ず暗黒神の恐怖を語るのです。おお、そうかそうか、なるほどの。そんなことがの。いや、それにしてもこの酒はうまいの。いやー、うまかった。こんな森の奥深くまで来たかいがあったわい。じゃあまた。良い旅をお祈りしています。ありがとうございました。大丈夫なの？相当バリバリ飲んでたけど。お、スライムの中身か。これは大事だな。二つ目。ありがたい。出た！愛と信頼のゴールド銀行。出ました。お、すげえ。キトシ。道具屋か。黒金の鈴。あー、黒いキラーパンサーが呼べんのか。ちょっと乗ってみようぜ。爆弾岩のかけら。これはマグマの杖作るのに必要なんじゃない？水の羽衣も売ってんじゃねえか。すげえ。ゲルダが装備できるな。じゃあ、せっかくだから、つけるか。そうそう、ゲルダも使ってあげたいかな。
魔法の節制が変えるのはうまいか。ウォーク。つえー。レインボーファン。あ、みんな下画面見たい？いや、ここ下画面見せてもあんまり意味ないと思うけど、一応こんな感じになってます。悪魔の爪か。森用かな？武器はそんなでもないですね。まあ、覇王の斧つけてるんで OK でしょ？そうっすね。ちょっとこれ多分ね、買って錬金しないとダメなやつですね。多分ここら辺も錬金だな。そうですね、錬金ですね。まあ現時点では買わなくていいかな。ここは？チェルスが賢者の末裔であることを他人の者たちはひた隠しにしていた。あー、チェルスはここにいたんだ。ラジュ様っていうのは、彼が一人前になった時そのことを打ち明けるはずだった。まったく皮肉なことだ。チェルスは死んでしまったからね。ちょっと寝ときます。MP 消費してるんで。すごいわ。だって、自由に空を飛べるようになったんですもの。そうだよね、思った。そこ突っ込んでなかったわ。もう2回目だったから、そうだよ、飛べるようになったんだよ。聞いて、ミーティアも子供の頃ね、鳥になりたいって思っていたの。鳥に憧れていたのは、あなたが城に来る前よ。毎日お勉強ばかりで、同い年の遊び相手すらいなくて、だから、外へ出たいって、鳥のように翼があったら、城の外へ出られるのになって、呪いで馬にされたのに、鳥のように空を飛べるなんて、まるで夢のよう。もしかして、この先、魚になることもあるのかしら。あ、ダメ。海だけは、ダメ。絶対。だって、ミーティアは金槌なの。泳げないの。これは伏線なのか。泳げないとか別に、伏線じゃなかったような気するけど。なんかあるかもしれないね、考察していったら。何かあるかもしれない。ただ、話が繋がってないからな。8の後の世界が9ですよとか、そういうわけじゃないからね。8は8でまとまっちゃってるからな。三角谷広いんですよね。いやー、それにしてもまさか、てか早くエルフの人に会いたいな。エルフの人？エルフに会いたいな。お？なんだなんだ？牢屋か、ここは。なるほど。ワンチャン入れるようになるな。宝物庫があるってことは、ワンチャンあるな。これはもらえるぞ。ただ、中普通にミミックが。あ、これはどこに行けばいいんだろうな。エルフの話を聞きたいんだけれども。どうやって行くのかがわからない。上のはしごを使うのかな？また宝物庫すごいとこに作ったな。いや、てかこの三角谷っていうとこがそもそもすごいか。よくこんなとこ切り開いたよな。もともとは多分、なんもないところだったろうに、よくこんな建物作って発展させたよな。すごいじゃん。だって、谷なのに村になってて、その上銀行あるんだから相当すごいことだと思うよ。相当すごいよな。こっちか。こっち行ってないな、まだ。多分こっちだ。いや、すげえわ。だってこれ、えぐり取ったんでしょ？多分。すげえわ。おー。お、アルミラージ。ラジュ、消え、泣いてたのさ。チェルス様の命が消えてしまった。あ、うん、そうだよね。チェルス。そうだよ。今からチェルスの仇を撃ちに行くんだよ。ハワードの飼い犬を。お、すげえ、ギガンテスだ。もう何百年。すごいな、生命力。寿命いくつ、どれくらいあるんだろうね、魔物って。お前もクッパス様のご意志に触れたくば、その部屋の奥の伝承画をよく見ていくがよい。ドラキ、これか、ドラキお兄ちゃんは。谷の入り口のドラキーの壁像はオイラが彫った。すげえな。ドラキーがドラキーの壁像を彫ったのか。どこら辺に彫る手とかがあるのか突っ込まないでおくが。これか。
エルフ。ドラクエ8の世界でのエルフはまだ彼女にしか会ってないよね。しかし自分が偉大なる賢者の末裔であることさえ知らぬまま旅に出てなくなりました。その死んだシーンを我々は見てるわけですよね。合ってます。そう、見とった。偉大なるクーパー様の末裔の最後を見とった方々がこの谷を訪れるとは。今は藁をもすがる思いであなた方にお頼み申し上げます。暗黒神ラプソーンの復活が近づいています。神の復活を、暗黒神の復活を何としても阻止してほしい。暗黒神が復活すればこの世界はすぐに闇に飲み込まれてしまうでしょう。復活を阻止とする数百年にわたる長き願い。はい、もちろん喜んで。ありがとうございます。これもきっとクーパス様のお導きに違いありませんわ。暗黒神ラプソーンの復活を阻止する唯一の手段は、暗黒神の封印に使われた杖を再び結界に封じ込めること。私たちにもせめてもの協力をさせてください。ドラング来なさい。ドラッキュー、かわいいドラッキュー。この方たちにクーパス様の残されたものを差し上げたいの。門番にそう伝えておいてちょうだい。ドラキュキュ、了解。かわいい。お聞きになった通りです。この谷の宝物庫にある宝をあなた方に託します。クーパス様の残されたものに暗黒大樹の葉という闇の世界に生きる大樹の葉があります。その葉を地図の上に落とすと、マガマガしき存在の居場所を直ちに指し示すそうです。では救世主様、お頼み申し上げました。私たちはこの谷で吉報をお待ちしております。なるほど、託されてしまったな、すごい大事なものを。神の子エジェウス、わずか6歳にして預言者であり暗黒神の存在に気づいたものである。また一人は展開を見てきた男、レグニスト。誰よりも神を知る存在であり、神鳥レティスと名付けたのも金である。展開っていうのが気になるね。ただこれ、8から9に対する伏線だったのかな、これは。また一人は大学者、カッティード。その知識は比類するものなく、世界の全てを熟知する。すげえな。また一人は無敵の男ギャリング。たった一人で騎馬隊50人に勝利して恐るべき技と強運の持ち主。また一人は魔法剣士シャマル。高名な剣と魔法の使い手でありながら、天才的な彫刻家でもあった。また一人は魔法使いマスターコゾン。この広い世界において彼にしか使えない呪文は、片手では足りぬほどである。すげえ。そして最後の一人、呪術の使い手クーパス。我らはそれぞれの命を鍵として、封印の杖に暗黒神ラプソーンの魂を封じ込めることに成功した。我らの一族があり続ける限り、ラプソーンの体と魂が出会い蘇ることは決してない。ラプソーンの体は世界の中心にある大岩に封じ込めた。人々はいたずらに扱わぬよう魔法剣士シャマルが今ではその大岩を像に生まれ変わらせたと聞く。ほほー、見えてきましたね。大岩っていうキーワードと、それを、なんて言えばいいんだ？それを、まあ、加工したっていうことなんでしょ？いや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 、だいぶ、もう終盤入りました。終盤に入りましたけど、さすがに真相が見えてきましたね。なるほどと。暗黒神ラプソーンとは何ぞやと。まあ、殺されてきた理由はもう、言う必要もないかとは思いますが、そうですね。賢者たちの末裔が、暗黒神ラプソーンの復活の鍵となるシステムになっていたから、末裔たちが殺されていったっていう話になってるわけなんですよね。そして、あと残された末裔は二人？
これからお会いすることになるのかな？あれ？一人か？さあ。ということで。ありがとうございます。何があるかな？おお、トロデオの壊し方すごいな。逆に疲労が溜まりそうな壊し方してるけど。逆手持ちじゃん。すごいな。肩の関節が柔らかい証拠だ。極上のカビ。身長レティスが力を合わせてもあの暗黒神を封印するのが精一杯だった。万が一暗黒神が復活してしまったら奴を滅ぼすことはできないものと思え。ふえー、相当強かったんだな。暗黒大樹の葉。暗黒神ラップソング。かつてこの世界に築いた城があるという。しかし世界の毒を探しても見つからない。それが暗黒大樹の葉で見つかるってことなんだよね。魔封じの杖、これはいらないか。あ、森の種。はい、ということでですね、三角打2でできること、だいたいイベント等網羅できたと思います。ということでですね、次回からどうなってくんだ？次回からどうなってくんだろうな。あ、ついに。ハワードの犬。レオパルドと決戦っていう形になるのかな？よーし！じゃあ行きますか。では今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。